はようございます。おはようございます。今日は今から石川県の伝統工芸の九谷焼を体験してきます。九谷焼という焼き物です。焼き物、これを体験してきます。作ってみます、友達と一緒に。私の友達は花が好きです。これは朝顔です。これ朝顔じゃないやろ。車に乗って陶芸教室に行きます。運転するのはこの人です。運転すると言います。車を運転すると言います。到着しました。到着しました。土人、土人。今日はそばチョコ、そばチョコを作ります。そばチョコっていうのは小さいこんなぐらいのカップみたいな感じですね。そばチョコと言います。チョコっていうのはこの感じです。イノシシ、イノシシの口と書いてチョコと言います。そばチョコ、これイノシシの口みたいから。で、これ1個でそばチョコを1個作る。で、球体にして丸くなりました。ここに置いたら、今から何やろ、今から砥出さんはおじいさんの代、おじいさんの代からこの陶芸をやってらっしゃるそうです。このように銀箔を使った美しい焼き物を砥出さんは作っていらっしゃいます。そして砥出さんの奥様も加賀友禅という金沢の工芸の作家さんです。滑らかに、滑らかに、綺麗に、で滑らかにします。滑らか、滑らかになりました。日本にはこんな焼き物がたくさんあります。材料と絵によって名前が変わってきます。この九谷焼というのは石川県の伝統工芸です。九谷焼、九谷という場所で焼かれているので九谷焼と言います。九谷焼は江戸時代の初め1655年ぐらいから続く伝統です。この白い原料がこんな綺麗な色になります。すごい綺麗。これ可愛くない？これ可愛い。こういうもので焼きます。すごいです。それも、これも焼くやつですか？うわ、これが私たちが今日作ったものです。今日はここまでです。こちらの教室はもう日本人の方でもそうじゃない方でも誰でもウェルカムだそうです。英語は、お話はどうですか？英語は話せますでしょうか？少しだけ、まあでも大丈夫です。コミュニケーションできますから大丈夫。ここにたくさん作品があります。小物入れ、これは小さいものを入れるので小物入れと言います。小物入れ、これ花瓶かな？花瓶です。このコーヒーカップとってもおしゃれですね。これお花をここに飾ることができます。
これはお酒を入れるお杯と言います。今からみんなでピザを食べに行きます。山、あ、そんなこの辺か。山々すごいです。田んぼしかありません。じゃーん、ここにアルベロというレストランがあります。外で食べることができます。すごく綺麗です。すごい、すっごく気持ちがいいですよ。めっちゃ気持ちいい。皆さん見えますか？アヒルがいます。かわいいアヒル、アヒルの親子がいます。綺麗。このお店の店主の方とその息子さんが木が大好きだから、このお店はアルベロという名前になったそうです。私たちは同級生です。同級生、同級生っていうのはちょっと、同じ学校の同じ学年だった友達です。同級生です。美味しそうなピザが来ました。美味しそうです。ピザ1枚とこのかわいいサラダと飲み物がついて、デザートもついて1700円ぐらいです。だからピザとサラダとデザートと飲み物で全部で1700円ぐらいです。日本人はいつも箸を使います。私の友達はピザを箸で食べています。私はわからないんですけど、映画のマーベルの何、ブラックパンサーですよね。ブラックパンサー、ブラックパンサー、ブラックパンサーの人が亡くなったそうです。亡くなったっていうのは passed away、 passed away ですね、という意味です。亡くなる、亡くなった。そして私の友達がとても悲しんでいます。日本語でお願いします。とても悲しいです。お店の中もとても素敵です。木がたくさんあります。すごい。この釜を使って美味しいピザを焼きます。すごいですね、熱いです。こちらがご主人、ご主人です。みんなご主人がこの木のものを作っているそうです。この木の椅子もご主人が作ったそうです。木のものがたくさんあります。お腹いっぱいになりました。熱っ。すごい、熊の親子がいます。ちょっと遠くて見えないけど、すごい熊の親子が、あ、どっか行っちゃった、どっか行った。私、野生の熊初めて見ました。ねえ、見たことある？ない、初めて、初めて。こんにちは、今日は2回目のレッスンです。今からこの部分を作ります。これお茶碗のこの部分、高台、高台って言うんですか、高台、高い台、高台と言います。糸底とも。今私たちは金沢の方言の話をしています。三段活用ってありますか。三段活用は順番難しくなって、ネジネジってなる。ネジネジ、あ、それここの辺の、え、なんか言っとったね。ネジネジやろ、次は、あ、ネジネジって内耳ってこと、中学の先生が言っとったぞ。なんか言っとった、え、それ金沢弁、
ネガネガネガやばいやばい、それ全く意味わからんわで、チンがしましまにしましま あ、それわかる、ったね、ちょっと待って、ね、ネジネジ男男に女女前やって何やったの何なんでいいよ金沢弁パート1ネジ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 っていうのはネジっていうのは標準語で言うとネジがないよねっていう意味です。ネジネジもうかわいそう、めちゃくちゃ難易度上がる、難しい、しましまにしましダメや、もうこれもダメや、そこが抜けてしまいました、これ正しいよね日本語、そこが抜ける、そこが抜けるのを先生が今直してくれました。金沢の方言パート2、男男に女女まいや、男男に女、もう触らんとここ触らんとこれ片足込んで取るし、今度は正解は男がいるところに女がいちゃダメだよっていう意味です。難しいですね金沢弁は、金沢弁パート3け何け4け分からんけど3、しましまにしましま、しましまにしましまというのは標準語で、しましまにしなさいよっていう意味です。最近の人はしましまってあんまり言わないですね。ボーダーって言いますですよね、うん、皆さん、うん、おーおーで、おーすって切れるからこのまっすぐなところを使って、こんな感じで模様をつけました。象の鼻という題名です、はい、こちらはトイデさんがコロナのコロナでステイホームの時、ステイホームしなきゃいけないのでステイファームしたんですって。キャタピーや、キャタピー、私今日調べて、なんか皆さん見てください、その幼虫と、あ、違う違う、これ、ありがとうございました。それではまた来週。